やっぱみんな大きいですね。まあ、今シーズン。牡蠣がはみ出て、いや、うわあ、大きいですね。どれぐらいそうですねこれ。はい、というわけで今日も始まります。たこ焼きの横にこのゴルフの打ちっぱなしがあるというお店なんですけど、今日はですね、日生の方に来てるんですけど、日生といったら、まあ、牡蠣おこがね有名なんですけど、まあ、こちらの方今日たこ焼きというわけなんですけどね、たこ焼き風の牡蠣、まあ、要はタコの代わりに牡蠣が入ってるという場所にね、ちょっとお邪魔しようかなと思います。はい、早速これから入っていこうかな。お邪魔します。すいません、お邪魔します。ってことは今がもう本当牡蠣のシーズン始まった。そうです、始まったばーす。あー、なるほど。じゃあもうすごい新鮮な牡蠣がいただけるということで大丈夫でしょうか。一つに6玉。意外となんかたこ焼きの作り方をまじまじ見ることがすごい新鮮な感じなんですけど、ちなみに1日どれぐらい作るんですか？1日は300、たこ焼きがメインですけど、300ほど。大きいですね。まあ、今シーズン牡蠣が始まったばっかということで、これからどんどん牡蠣が美味しく食べれる感じになってきます。もうたこ焼きというか、はい、どれぐらいになるんですか作って。僕はアルバイト含めて多分6、7年、あの銀座ぼっちゅうたこ焼き店長とかやってます。あ、でもこれ大きいですね。もういい感じですね。なんかのたこ焼きにかけるソースじゃなくて、あ、醤油ということで、はい、まあ、この理由もソースが勝っちゃって、そのなんだろうな、牡蠣の味が消えちゃうというか、なんかソースの方がインパクト強くなるということですよね。そうですね、匂いとかもいろいろ。というわけで完成しました。こんな感じになります。あ、やっぱ大きいですね。お、もうこの牡蠣がはみ出て、いやらしくはみ出てますもうはみ出てます。うわぁ、大きいですね。とろけそうですねこれ。うお、でも熱いんでしょうね、めちゃめちゃ
あ、うん、あ、うん、あ、なんかまた違った感覚ですね。たこ焼きだったらなんかあれですよね、なんか 全体的にバランスが整って、あんまタコのイメージもないんですけど、これだったら牡蠣が立ってますね。主役ね、主役ですね。うわ、でもこれ一人で食べたら結構お腹が、ね、これなんか明石焼きみたいな感じですね。なんかね、 おつゆじゃないですけど、美味しいです、すごい。なんか牡蠣の強さがすごい伝わりますね。なんかね、ソースだったらね、ちょっと匂いも、うーん、牡蠣の匂いがですよね。けどなんかその純粋にその牡蠣の味が楽しめるっていうような感じ。まあテイクアウトできますんでね、そのまま自宅にも帰り、まあ、帰りながら食べることもできます。はい、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます、はい、本当に、はい、美味しかったです、本当に。もうありがとうございます。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回はですね、岡山県備前市にあります倉たこさんにねお邪魔させていただきました。まあ、たこ焼きのね専門店なんですけど、こちらがね、タコじゃなくてタコの代わりに牡蠣が入ってるという牡蠣玉焼きをね今回いただきました。はい、もう初めてねいただいたんですけど、本当にもうまたたこ焼きと違ってね、なんですかね、この牡蠣の良さが十分ね、味わえるというね牡蠣玉焼きでした。まあ、そういうこともあってね、普通のたこ焼きで使うソースは使わず、醤油を使うということで、牡蠣の味が完全に楽しめるということになってますね。住所はこちらになってますが、ちょっとね場所が分かりづらいので、ブルーラインの備前から降りて、すぐのところにあります。ぜひチェックして行ってみてください。朝の11時から、夕方18時までやってます。ぜひぜひ行ってみてください。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。